茂木英子は、日本の政治家、群馬県安中市長。元、群馬県議会議員。元、安中市議会議員。群馬県安中市屋田に生まれる。安中市立第一中学校卒業。1978年3月、群馬県立富岡東高等学校卒業。同年4月、河和火災会場保険に就職。 1989年、仲間と共に地域づくり団体、未来塾を創立。1995年、安中市議会議員補欠選挙に立候補し初当選。市議を4期務める。2007年4月に行われた、群馬県議会議員選挙に安中市選挙区から無所属で立候補。自民党現職、同党新人を相手に戦い得票数2位で、初当選。 2008年、高崎経済大学地域政策学部に入学。2011年、無投票で再選。2014年3月31日、県議会議員を辞職。同年4月13日に行われた、安中市長選挙に無所属で出馬。参戦を目指した現職の岡田義博を破り、初当選した。女性市長は、群馬県内では初。 女性市長は1986年の山田節子、水上町長以来二人目となる。4月23日、市長就任。当日有権者数、5724人最終。投票率 55.、55.26%2018 年4月、現職の岡田義博らを破り再選。ありがとうございます。